清江は、中華人民共和国の湖北湘南西部を流れる河川で長江中流右岸の支流。古くは、恵比寿水、また水とも称した。湖北省伊調市と重慶市の境にある西武山の登録に源を発した流動港を源流とする。伊調市、温泉市、県市県、長陽都茶族自治県を経て、 長江南岸に位置する岐都市の中心部で南から長江へと合流している。長さは4 2 3トルで、その長さから800里、清江という別名がある。流域面積は16,700平方キロメートル流域には3つの大きなダムがあり、水力発電と治水に供されている。1994年、長陽都茶独自治県で、 角川岩ダムと発電所の工事が始まった。ダムの下流1キロの地点には、工事のために、アジア最長とされる、鉄柵橋が作られた。長さは303メートルで車も通行できたが、工事後に撤去された。その代わりに、清江大橋が架けられている。温泉地域の山岳部で清江を越える、G50 固有高速道路の清江大橋2020年7月21日。 ミャオ族自治州内で、清添いの斜面が崩落、大規模な天然ダムが形成された。止留による、淡水域の影響は、同月17日、上流にあたる、温泉市内に及び冠水による被害が出た。ありがとうございます。